熱くなれ。最初、甲府自体も調子良くて、いい順位にいて、そこからいい流れが来て、で、自分は全然試合に絡めない時期があって、で、夏前ぐらいにちょっとチャンスがあって、でそこで、チャンスがあって、自分の中ではチャンスもらってたんですけど、もっと納得いくプレーしたかったですし、その中で結果も出したらいいかなと思ったんで、でもこれからまたチャンスつかめるように頑張っていきたいと思います。今年は特に雰囲気もすごいいい年だと思いますし、チーム全員で戦うという意味ではすごくいいチームかなって思ってます。自分が出た試合は結構ほとんど雨だったので、別にその嫌いなイメージはないですし、でも正直言うと、コセの雨のゲームはあんまり、いいイメージはないですけどね。自分はシャドウ、攻撃の選手で、ボール受けるところの、トラップだったり、ドリブルもそうですけど、そこが売りなので、そこをちゃんともっと精度高めて、いけるようにその練習はしてます。ここから後半戦できるだけ多く試合に絡んで、チームの勝利に貢献できるように頑張っていけたらいいかなと思ってます。愛知の言葉俺結構標準語だと思うんで、マジですか、なまってます？なまってない、なんかないないないって、なんか名古屋弁、三河弁とか名古屋弁とかあるんですけど、ダラーとかなんとかダラー、なんかダラーみたいな。今日練習どうだった？いや、きつかった。いや、なんて言うんだろう、なんだろう、どうどう、なんて言うんだろう、そういう時なんとかだな、マジきつかった、きつかっただらはおかしいですもんね。何々だらみたいな質問するように言いました。 何々でしょうっていうのを、この間じゃあどこ行ったのみたいな。そうっす。なんだろう、AB 型だらみたいな。あ、そういう感じです。森さん何型？いや、違う、俺が聞く、俺が聞く。小野さん AB 型だら？ A 型。そこは何時です？そんな感じ、あんま継がないですけどね。一回水戸とやった時は、自分は兄お兄ちゃんと、そのプレーするっていう機会が、あんま対戦するっていう機会な、これ今まで何回かあったんですけど、両方が出てるシーンはあんまないので、てか一回もないので、これからの楽しみにしていきたいなと、これからもその、熱い試合ができるように、チーム全員で頑張っていくので、応援よろしくお願いします。